田総理から最初に新しい資本主義という言葉をお聞きしたとき、もしかしたら私たちが主張してきた分配重視の政策へと舵を切るのではないか、そんな期待をしました。残念ながら今回の所信をお聞きし、その期待は失望に変わっています。分配という言葉は入りましたが、具体策が全く見えません。何よりこれまで格差と差別を生んできた何でも自己責任、競争市場主義、いわゆる新自由主義の構造そのものには全くメスを入れようとしておりません。さらにはこれまで新自由主義路線の象徴のお一人であった竹中平蔵氏を官邸会議のメンバーとして起用するなど、本当に新自由主義と決別する気があるのか大きな疑問です。新しい資本主義は大きな格差を生んだ新自由主義と明確に決別するものなのか、総理のお考えをお聞かせください。1980年代以降、世界の主流となった市場や競争に任せれば全てうまくいくという新自由主義的な考えは、世界経済の成長の原動力となった反面、格差や貧困の拡大など多くの弊害も生み出しました。こうした弊害を是正しながら、さらに力強く成長するため、成長も分配も実現する新しい資本主義を実現していきたいと思っています。まずはこの新しい資本主義を起動させるための分配戦略として、今回の経済政策においては人への投資を抜本的に強化する 3年間で4000億円の施策パッケージを創設し、民間部門における賃上げの議論に先んじて、看護、介護、保育、幼稚園などの現場で働く方々の収入の継続的な引き上げなどを盛り込みました。人への分配はコストでなく未来への投資です。官と民が役割を果たすことで、成長の果実をしっかりと分配し、消費を喚起することで次の成長につなげ、成長と分配の好循環を実現してまいります。今回総理の所信表明の中で最低賃金についての言及がないのはなぜですか？私たち立憲民主党は、引き上げの際に中小零細企業を中心に公的助成を行いながら、時給1500円を将来的な目標に、最低賃金を段階的に引き上げるべきと考えています。分配を掲げる岸田総理は、最低賃金の引き上げを考えていないということでしょうか？また総理が掲げる賃上げ企業への減税は本当に効果的なのでしょうか？同様の目的で進められた安倍政権以降の法人税減税は賃上げに寄与しましたか？明確にお答えください。また賃上げ額の算定については、時間外、休日出勤手当などは除外すべきと考えますが、いかがでしょうか？我々が主張し続けてきた、今の社会にとって必要不可欠なケアワーカーでありながら、低い待遇のままであった介護分野、保育分野などでの賃上げについて取り組んでいただけることは評価します。しかし、所信表明をお聞きすると、介護、保育、幼児教育について年間11万円程度というまだまだ不十分な引き上げ額で、全産業の平均的な賃金水準には及びません。あくまで今回の引き上げは第一歩で、さらなる引き上げを目指すのかお尋ねします。また看護職については年間14万円程度引き上げるとしていますが、一定の条件を満たす医療機関で勤務する方、段階的になど他の職種と比べ限定条件が付されています。他の職種と同様に一律の引き上げを目指すべきと考えますが、いかがでしょうか？格差と貧困の存在をようやく認めた岸田総理には、その解決に取り組む義務があります。国連が定めた持続可能な開発目標 SDGs では、各国定義によるあらゆる次元の貧困状態にあるすべての年齢の男性、女性、子どもの割合を2030年までに半減するとの目標が掲げられています。この目標を日本政府も共有しているとの理解でよろしいでしょうか？残念ながら先進国の中でも高いレベルにある相対的貧困率の削減に数値目標を掲げて取り組むべきと考えますが、いかがですか？今や労働者の約4割を占める非正規労働の皆さん、その
非正規雇用における女性の割合は約7割です。非正規雇用の賃金格差、不安定雇用の放置は事実上の男女差別を放置するということです。職務評価に基づく待遇の改善ができるような、また望む方は正規雇用として働ける法改正が必要だと考えますが、いかがでしょうか。総理の所信では非正規雇用の正社員化と述べられていますが、具体策が不明です。労働者派遣法の見直しなどに踏み込むつもりがあるのか、明確にお答えください。女性の就労の制約となっている最低賃金については、すでに骨太の方針において感染拡大前に我が国で引き上げてきた実績を踏まえて、地域間格差にも配慮しながら、より早期に全国加重平均1000円とすることを目指すこととしており、その方針に基づいて今後も着実にその引き上げに取り組んでまいります。賃上げは税制のみならず、この企業収益や雇用情勢等に影響を受けるものです。税制の効果だけを取り出して経営者の賃上げ判断への影響を図ることは難しいものの、アベノミクスの取り組みの中で 2% 程度の賃上げを達成しており、その税制もその一助となったものと考えます。そして今般、民間企業の賃上げを支援するための税制、これを抜本的に強化し、企業の税額控除率を大胆に引き上げることにより、企業の実務面を踏まえて具体的な制度設計、これを進めてまいります。ケアワーカーの賃上げについてお尋ねがありました。今般、新しい資本主義を起動するための分配戦略の柱の一つとして、まずは国が率先して介護、保育、幼児教育の現場で働く方や、地域で新型コロナ医療対応などを行う医療機関で勤務する看護職の方々の給与の引き上げを行います。その後、さらなる引き上げにつきましては、安定財源の確保と合わせた道筋を含めて、公的価格評価検討委員会において議論をしていただいております。年末までに取りまとめていただく中間整理を踏まえて取り組みを進めてまいりたいと思います。かつて日本の町工場なら、正社員で年収300万ぐらいは稼げました。しかし、2004年の小泉改革で製造業の派遣労働を認めて以降、フルタイム勤務でも年収200万円というワーキングプア層が増えました。望まない非正規雇用が増えることで所得格差が拡大、個人消費が減り、先進国で唯一実質所得が下落し続ける国となってしまっています。総理は所信表明の中で、新自由主義的な考えは多くの弊害も生んだ、市場に依存すぎたことで格差や貧困が拡大したと述べました。これは、従来の自民党総裁としても非常に明確に新自由主義を批判したものだと考えられます。ではお答えをいただきたいのですが、市場に依存すぎたというのは、まさにこの製造業への派遣労働緩和、このことをおっしゃっておられるのでしょうか。明確にお答えをいただきたいと思います。そしてその他にも、何かこの規制緩和で市場に依存しすぎた問題であると思うことがあれば、これもお答えをいただきたいと思います。私たち立憲民主党は中小企業の味方です。中小企業が正社員を増やす際の障壁の一つは何か、それは社会保険料の会社負担ではないかと思います。新たに正社員を雇用した中小企業の社会保険料を軽減する、これをぜひ実現しませんか。希望すれば正規雇用で働ける社会を作っていく、このことこそ人に温かい資本主義ではないでしょうか。さらに総理は演説の中で、日本の未来を担う若者世代子育て家庭にターゲットを置き、その所得を大幅に引き上げることを目指していくといたしました。しかし具体策は何も記されておりません。まさか令和版所得倍増論のようにそのままフェードアウトしていく言葉ではないでしょうね。先ほど述べたように、例えば中小企業の社会保険料軽減で正社員化を促進する、さらには育休を取得しても月収が1円たりとも減らない、あるいは児童手当の増額や、その児童手当の高校卒業年までの延長、そして給食費の無償化、学生ローンと呼ばれる貸与型奨学金ではなく給付型奨学金の大幅拡充など、私たち立憲民主党は当事者からの声をすでに具体的な政策にしております。ぜひともこれを採用していただけませんか。親の所得にかかわらず、どんな子も同じ教育が受けられるために、岸田総理は
具体的に何をすべきとお考えかお答えください。次に税制です。総理、所得税の累進性強化には反対ですか。1986年、所得税の最高税率は 70%、 それが現在は 45% であります。一方で消費税率は0から 10% へと上がっています。総理、改めて所得税の累進性を強化し、税収を確保しようではありませんか。さらに高額所得になればなるほど、その金融所得の割合が増えているのが現実ではないでしょうか。その意味では総理が総裁選の初期に掲げていた金融所得課税の引き上げは必要な策だと思っております。なのに総理は当面触れることは考えていないと方針転換をしてしまったようでありますが、もし市場の反応を恐れるならば、突然の実施ということではなく、やはり今から段階的に着手をしてはいかがでしょうか。これならば市場も予見をし、落ち着いて対応することだと思います。ぜひとも進めていただきたいと思います。我々立憲民主党は政策立案型政党です。原油価格の上昇対策においては、ガソリン1リットル160円を超える状態が3ヶ月続けば、1リットルあたり約25円の暫定税率分を引き下げるトリガー条項発動法案を提出をいたしました。そして文書通信交通滞在費についても、同じく昨日法案を提出いたしました。立憲民主党の案は日割り化、そして収支報告と領収書を議長に提出、また年間の残高を国庫に返還の3点セットに加え、直近の解散と当選時の歳費文通費の自主返納、今後は解散後の歳費も日割り化、そして収支報告のルールは地方議会の政務活動費と同様の理念を入れて厳格化をしたいと思っています。こういった面で最も先進的な内容となっております。ぜひ我々立憲民主党はこうした先進的な改革案に各党各会派にご賛同いただけるよう呼びかけてまいります。続いて政治改革についてです。総理、先日国会議員の政治資金収支報告書が公開をされました。やはりそれを見ると、自民党所属議員の平均年収はダントツであり、派閥の資金力にも愕然といたします。私たち立憲民主党は自民党に比べれば資金力は圧倒的に負けている。しかしそれでも政治は資金力だけではない、そう信じて選挙を戦い、論戦を挑んでおります。総理、そのような中でありますが、選挙演説の動員に日当が支払われていたという問題、このことについてはいかがお考えでしょうか。確かにですね、現在の法律では違法ではないかもしれません。しかし陣営から支援団体に動員要請が行われ、支援団体が構成員に呼びかけ、日当を払って演説会に人を集める。総理、もうこうしたことやめにしませんか。私は与野党を問わずですね、ぜひこうしたことをやめようと、各政党はもう民間企業や支援団体に呼びかけるべきだと思います。総理、ぜひこの件についても明快にお答えいただきたいと思います。そして選挙演説の動員についてお尋ねがあります。候補者や政党はもとより、選挙に関わるすべての人により法令の定めに従って公正な選挙が行われるべきであるということ、これは当然のことであります。選挙演説の動員のあり方については、公正な選挙に関することであり、各党各派の議論を進めていただきたいと、議論をしていただくべき問題であると考えております。岸田総理、憲法改正に随分前向きなご発言が目立ちます。久しぶりの自民党内リベラル派宏池会総理として、ご自分の本意なのか、安倍元総理など党内の改憲に前向きな勢力へのご配慮なのか、明確にお答えください。立憲民主党は憲法議論を否定しませんが、法律で十分可能なことを憲法で行おうとするなど、改正のための改正には組みしません。そもそも憲法の議論をしたいのなら、まず憲法をしっかりと守ってからにしてください。さて最後に憲法についてです。総理がまさに演説で述べたように、憲法のあり方に真剣に向き合っていくことが大事です。改正ありきではありません。自民党の皆様にはまず現行憲法にも真剣に向き合っていただきたいと思います。総理は時代の変化に対して現行憲法の
どの部分にどのような決定的な問題があるとお考えなのでしょうか。ぜひお答えいただきたいと思います。まずはその内容を国民に説明していただく必要があるんではないでしょうか。私たち立憲民主党は立憲主義を掲げる政党です。日本は将来にわたり過度の権力集中も政治権力の強大化も権力の暴走も許してはなりません。我が国の歴史を振り返っても、また世界各国の騒乱を見ても、歯止めがかからない権力ほど国民にとって恐ろしいものはないのです。憲法改正について、お尋ねがありました。憲法改正について与野党の枠を超え積極的な議論が行われることを心から期待いたしますが、現行憲法のどの部分にどのような課題があるかを含め、憲法改正についての議論の具体的な内容については、これは国会でお決めいただくことであり、内閣総理大臣としてその点についてお答えすることは差し控えたいと思います。いずれにせよ、我々国会議員は大きく時代が変化する中にあって、現行憲法が今の時代にふさわしいものであり続けているかどうか、そのあり方に真剣に向き合っていく責務があります。国会での議論と国民の理解、これは車の両輪です。広く国民の議論を喚起し理解を深めていくことが重要であると考えております。